満足一本満足ゆうです。さあ、今日はですね、まあ、新パック登場しましたということで、8月の1日土曜日0時にね実装されましたので、1個言っていいですか、コナミさんにこれは言いたいです。0時に新パック実装するのやめよう。もう誰も得しないから生放送とか見てる方も疲れるし、皆さんもコナミさんの社員さんも0時からってなんかエラーとか起きたら仕事したくないですよね。0時に実装するのやめません。もうなんかきついですね。まあ、ちょ日本じゃない国基準にしてるのはちょっとわかんないんですけども、0時はきついからやめていただきたい。ちょっと、その話は置いておいてですね、今日はインフェルニティデッキやっていきたいと思います。満足していきましょう。不満足さんで満足していきましょう。いろいろ試してみたんですけども、やっぱねワンキル寄せにするとちょっと楽しいインフェルニティ。どうやって回していくかっていうのはちょっと動画をね、ぜひご覧いただければなというふうに思うんですけども、ちなみに今回の動画は、生放送で、使っていた対戦をちょっと声取れてなくて、僕の声が、なんで、後付けで、私が実況しているっていう感じの、になるんですけども、実際リアルの声を聞きたければ生放送をぜひ見ていただければ、アーカイブ残ってるんで、まあ、やっぱ強いのこれですね。インフェルニティガン、一旦に一度手札のインフェルティモンスターを捨てることもできるし、手札が0枚だったら、魔法トラップゾーンのこのカードを墓地に送ることによって墓地のインフェルニティモンスターを2体まで特殊ができると。これによって、デーモンとかネクロマンサーとかをこう蘇生して、ネクロマンサーの効果でビートルつってでシンクロ召喚していくっていうのが、まあ、OCG の方では有名なムーブでね、432で急シンクロできるんで、トリシューラっていう多分聞いたことある方多いと思うんですけども、まあ、すげえ満足竜って言われてるめちゃくちゃ強いモンスターがいて、それを出していくんですけども、リンクスにはちょっといないんですよ。あとね、絶望的な問題点があって、フィールド枠が3個しかないから、その足りないんですよシンクロ1回すると邪魔で、そのシンクロモンスターが足りないっていうね、ちょっと時計みたいな感じになっちゃうんですけども、まあ、なんとかワンキルしていくように、どういう風にやっていくかっていうと、まずですね、そのスキルがめちゃくちゃ強いです。このインフェルニティインフェルノっていうスキル、これ先行で打ってないからどうしてもね、ちょっと遅れちゃうんだけど、自分のターンで数えて2ターン目に使用できると。手札を2枚捨てるとボッチにデッキからインフェルニティカードを送れると。これでね確定で送れるんですよ。なんか例えばデーモンとかネクロマンサーとか、これで墓地にですね、基本的にはデーモンとネクロマンサーと、まあ、ビートルかなんかを、まあ、墓地に送って落としておくと。でそこで、ガンとかミラージュを使って、ネクロマンサーとデーモンを釣ってきて、でネクロマンサーの効果でビートルを、特殊召喚して 4-3-2 で、9出すと。で9はねやっぱミストームが強いね。これシンクロ召喚に成功すると相手の盤面を3枚バウンスできるっていうめちゃくちゃ強い効果持ってるんで、これで相手の、まあ、残ってるカードを制圧していきます。でね、インフィニティのガンとかネクロマンサーとかデーモンとかってこれ全部ね、ありとあらゆる環境カードが、刺さります。デモンズチェーンとかそこらショートシェアとか、ガンにコズミックサイクロンとか、もうほんとありとあらゆるカードが刺さるんですよ、妨害札が。なのでそれはもう魂で挨拶していくしかないです。挨拶して戻すしかない、これしかないということに気づきました。妨害が無理で、まあ、4-3-2で並べてミストーム出した後に、で、デーモンでまたガン持ってこれるんでね、デーモンはこれ、手札が0枚の時に特殊召喚すると、デッキからインフェルニティカード持ってこれるってぶっ壊れ効果持ってるんで、これで、ガン持ってきて、で、要はこれ単位制限ないので、毎回ガン持ってこれるんですよ。これ実はちなみに、OCG だとこのカード制限カードですから、1枚しか入んないんですよ。これがリンクスだと3枚詰めます。ぶっ壊れです。で、デーモンでこのガン持ってきて、で、またシンクロした後にもう一回デーモン、インフィニティガンで釣ってみたいなことしていけば、もうどんどん盤面並んでいくんでね、これで、まあ、ミストームからのブリューナックからの、デーモンみたいなの並べて、こうなんかめっちゃバウンスしてワンキルするみたいな、そんな感じです。動かし方はね、実際見ていただければ分かるかなと思うので、早速見ていただければなと。で、初ターンはね手札1枚で耐えてください。手札基本的に1枚で耐えて、2枚使っちゃうと手札足りなくなるってことがあるんですよ、スキルに。で局所も握んないといけないし、蘇生札も握んないといけないんで、基本的には初手は手札1枚で耐えないといけないんですよね。だからデモンズチェーンとか波紋とか、大熱波とか1枚で耐えれるカードを入れていきます。なのでインフェルニティトラップは今回はなしです。不満足でワンキルするからです。はい、ということで早速こんなんで満足していただくしかないのでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。
さあ今回の対戦はですね、生放送時のルーム戦の、模様を、後付け実況していきたいと思います。満足 VS 満足対決ですね。生放送ではですね、最初ちょっとプレイングちょっとよく分かってなくて難しかったんですけども、結構視聴者さんからあのプレイングの指導がありましてね、視聴者に指導される実況者ということで、プレイングをね学びまして、この辺からだいぶ不満足ワンキルが決まるようになってきた、そんな試合をお届けしたいなというふうに思います。相手まやかしデッキですね。さあ満足 VS 満足と熱い対決。相手側 DS、満足でこっち不満足さんなんでね、向こう側のキノコとも後悔しているのがこう手前の私が使ってるね、こっち不満足さんということなんですが、さあまやかしデッキはマトリョーシカシンクロを鬼ほどやってくるぞ。これ OCG ではね、まやかしってねよくね、テクト誘発ないと本当にもうなんかもういいですよ、どうぞどうぞ、もう行ってくださいって言って、もうなんか途中のシンクロ全部すっ飛ばして11まで行くっていうのがまああるあるなんですけども、さあこれはね不満足さワンキルのデッキの特徴なんですけども、手札1枚ワナカードか、まあ手札誘発もいいけど、トラップカードか、手札誘発1枚で相手の猛攻は耐えてください。耐えるしかない。相手の猛攻を1枚で耐えることによって開始のターンでワンキルが取れます。これちょっと見ていきましょう。でこんだけぶん回されてやべえこと起きてますよね今ね。でこれで、まやかしの会合も発動し、そして殴ってきたところで波紋のバリアウェーブフォースサンライトイエローオーバードライブ、そしてカードを1枚引いていく。さあビートルが来た。さあまずはしっかりと相手に挨拶をかましていく。おはようございますさあスキルを発動していく。インフィニティインフィルノ、手札を2枚まで墓地に送って、デッキからインフィニティカードを墓地に送ることができます。あれ手札1枚になっちゃって大丈夫なんですかというそんな話もありますけれども、インフェルディデッキなんと手札がゼロマーになった瞬間爆発的に動きます。さあインフェルディミラージュの方が自身をリードすると、墓地からインフェルディモンスターを2体特殊召喚できる。さあインフェルディデーモンとインフェルディネクロマンサーも特殊召喚。さあインフェルディデーモンは手札がゼロマーに場合に自身が特殊召喚に成功するとデッキからインフェルディカードを1枚サーチすることができる。さあここで、OCG では制限カードインフェルディガンを、サーチしてくる。さあそしてカードを1枚セットすることでまたさらにハンドレス、ハンドレス状態になるとネクロマンサーの効果が発動できる。ネクロマンサーは墓地のインフィニティカードを特殊召喚することができます。さあこれでレベル2、4、3が揃いました。2、3、4、魔法の呪文。さあここで、リンクス流最強の不満足流ミストウォームをシンクロ召喚。ミストウォームがシンクロ召喚成功時の効果を発動、相手フィールドのカードを3枚まで選択し手札に戻していく。さらにインフィニティガンの効果発動。さあぶっ壊れカードが降臨していく。インフィニティデーモンとビートルを特殊化。さあフィールドが足りない、フィールドが足りないので、もうデーモンネクロマンスタービートルムーブはできない。フィールドを少しくれ。さあインフィニティデーモンのモンスター効果発動。さあそしてまたさらにガンを持ってくる。そしてここで出すのはレベル4のインフィニティデーモンにレベル2インフィニティビートルをチューニング。封印されし東流よ、今その呪縛を解き放ち破滅の叫びを上げよ。ネオニュー満足流シンクロ召喚、氷結界の流ブリーナク、そしてさらにインフィニティガンを発動しガンの効果発動。さあ盤面が足りないが、盤面が足りないがデーモンだけ特殊召喚してデーモンの効果発動。さあなぜこのカードはターン1制限がないんだ、なぜこのカードにターン1制限をつけてない、コナミ聞いてるか、ターン1制限をつけないとこういうことになるということを教えてやろう。さあこれが不満足ワンキル、こんなんで満足するしかねえだ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、髪の毛も迷宮入り兄弟さん、よろしくお願いしますと言えるスタンバイです。さあ挨拶来た、挨拶来すぎ挨拶来すぎ問題、挨拶来すぎ問題ちょっと激しく来すぎですが、さあインフィニティディベンジャーをセットして、さあスキルの都合上も3ターン目、
以降にしか動けませんのでね、3ターン目しか4ターン目にしか動けませんので、もうこれはねひたすらにこのカード1枚セットして耐久していくしかないと、そういったところさ、相手はサブテラですね。さあなかなかに強いムーブ、さ、癖カードは何枚あるんか、何枚あったところで挨拶するから意味がない。さあデーモン来た。さあハンドはなかなかにいいぞ。さあここで考えているのは伏せたカードを除去してくれなかったら大丈夫かと、心配してますが、じゃあまずは挨拶していこう。おはようございますおはようございます。さあここで龍選手考えていますね。レベル1のリベンジャーを除去してくれないとちょっとフィールド邪魔なんじゃないかっていう話はありましたけれども、さあここで何を出していくか考えている。さあここで龍選手なんとひらめきますね。あれこれミストームの前にワンハンドレッドアイドラゴン出せばいいんじゃねということに気づきまして、挨拶とデーモンを墓地に送ることによって、インフェルニティネクロマンサーとインフェルニティビートルを墓地に送ることができる。さあこれが圧倒的墓地アドバンテージ。さあミラージュを召喚していく。ミラージュは手札が0枚の場合自身をリリースすることによって墓地からインフェルニティモンスターを2体特殊召喚することができる。さあインフェルニティデーモンとインフェルニティネクロマンサーを墓地より特殊召喚。さあデーモンのモンスター効果発動、手札が0枚の場合特殊召喚成功するとデッキからインフェルニティカードを手札に加えることができる。さあ制限カードであったインフェルニティガンを、サーチしてカードを決めセット。さあインフェルニティリベンジャーをリバース、そしてフィールドにはレベル1、3、4。さあ来ますよ皆さん、召喚工場ご一緒に。国の帳降りしとき、冥府の扉は開かれる。舞い降りろ闇よ、ダークシンクロ、いでよワンハンドレッドアイドラゴン。そしてワンハンドレッドアイドラゴンのモンスター効果発動、墓地の闇属性モンスターを除外しそのモンスターの効果をコピーする。さあインフィニティミラージュだったワンハンドレッドアイドラゴンの効果によってデーモンとネクロマンサーを墓地より特殊召喚していく。さあデーモンとネクロマンサーで強引にフィールドを開けてミストウォームムーブに入っていきます。さあインフィニティデーモンのモンスター効果発動、さらにガンをサーチしてくる。さあここで満足ムーブの登場、カードを一枚セットしネクロマンサーのモンスター効果発動、インフィニティモンスターを1体墓地より特殊召喚していく。さあここでもちろんレベルを9に合わせていく。さあ魔法の呪文2、3、4、インフィニティデーモンとインフィニティネクロマンサーにレベル2インフィニティビートルをチューニングしていく。さあこれがリンクスカイ最強の不満足モンスターミストウォーム。さあ相手のカードを3枚選択してバウンスできる。そしてインフィニティガンの効果を発動、ガンを墓地に送って墓地のインフィニティモンスターに対応特殊召喚、インフィニティデーモンとインフィニティビートルを墓地より特殊召喚していく。さあまたターン1制限のインフィニティデーモンの恐ろしいモンスター効果発動、インフィニティデーモンは手札にデッキからインフィニティカードを加えることができる。さあそしてカードを1枚セットすることによってまたハンドル状態になった。さあここでレベル4のインフィニティデーモンとインフィニティビートルで新規の召喚をしていく。さあ満足流2体目出てくる。そしてインフィニティガンの効果をもう一度発動、なぜこのカードは単一制限がないんだ、なぜこのカードは単一制限がついていない。インフィニティデーモンのモンスター効果、さらにインフィニティカードをサーチしてくるぞ。さあこれは恐ろしい効果だ、これは恐ろしい、これクリボールケアもしっかりとできていく。これが満足ワンキル、大満足、これは完全に満足です。対戦ありがとうございました。さあお相手の方闇遊戯選手、さあまた不満足ワンキルを決めていきましょう。魔法の使い手、さあちょっと不穏な空気しますね。まあデモンズチェーンあるんでなんとなるでしょう。ウィッチクラフトも一応マスターベールをデモンズチェーンで縛ってしまえばなんとかなるということは証明されております。あとはね全員バウンスしてワンキルを決めるだけ。さあシュトロームベルク、さあシュトロームベルクの金の城の効果発動。さあシュトロームベルクでどういう方なんでしょうか。さあシンデレラ特殊か、なるほどカボチャの馬車パターンですね。ねカボチャの馬車がいると、シュトロームベルクの金の城が対象に取れなくなってしまいますので、なんとカボチャの馬車にデモンズチェーンを打っていきたいところ。
さあシンデレラさ、これ団結の力とか魔導士の力とかそういうの装備されてやばいぞ。大丈夫か。大丈夫だ、危ない。さあここは一回通すしかないか。さあカボチャの馬車を、デモン遅延しないとシュトーンベルクが戻せないので、さあここで一回攻撃を加えることによってデモンズチェーンをカボチャの場所に使うというそういう作戦でしょうか。さああとはバックを除去したい。さあ局所的ハリケーン、挨拶は引けない。挨拶引けないと厳しいぞ。大丈夫か。挨拶が引けないと少し厳しいが大丈夫なんでしょうか。さあスキルを発動するのはもう確定している。インフィニティインフィノの効果を発動。手札を2枚墓地に送ることによってデッキよりその送った枚数分インフィニティカードを送ることができる。なんという最強スキル。これは最強だ、このスキルは。さあこれで2枚のカードを墓地に送って、さあカードを1枚セットしていく。さあこれでハンドレスジョーターにすることができた。ミラージ取るか。ミラージ取ってくれ。どうぞ。さあインフィニティミラージの効果発動、自身をリルし墓地からインフィニティモンスターを2体特殊召喚できる。さああの捨てカードはどうでもいいカードなんでしょうか。さあ1枚2枚特殊召喚していき、デーモンの効果を発動。さあデーモンの効果によってデッキよりインフィニティカードを1枚手札に加えることができる。さあこれはなかなか面白いことになってきた。そしてカードを1枚にセットしてハンドレス状態。さあネクロマンサーのモンスター効果発動、インフィニティビートルを墓地より特殊召喚。さあここで不満足ムーブきた。そして特殊召喚する前にデモンズチェーンの効果を発動しましょう。デモンズチェーンの効果によって、カボチャの馬車を選択し、これにてシュトロームベルクの金の城を対象に取ることができるようになった。つまり不満足流ミストウォームで戻せるということです。さあ4、3、2、魔法の呪文、リンクス流満足流ミストウォームをシンクロ召喚。ミストウォームのモンスター号が発動。さあシュトロームベルクの金の城および、さあここ慎重になっていきましょう。シンデレラカボチャの馬車は今のところ特に戻す必要がないので伏せカードは先に戻しておいた方が良さそう。さあもう一体おそらくシンデレラで良さそうですね。さあシンデレラ伏せカード、シュトロンベルクの金の城、3枚ものカードを1枚で全てバウンスしていきます。そしてもちろんインフィニティガンの効果を発動していく。ガンの効果によって墓地のインフィニティモンスター2体を特殊召喚。さあここで盤面が足りない。なぜリンクスは3枠しかないんだ。なぜリンクスと3枠しかない。冷静に考えたら5枠あったらミストウォーム3回出すことも可能、合計9枚バウンスという恐ろしいことも可能ですが、さあ盤面が邪魔すぎてできません。さあデーモンとビートルでシンクロ召喚を行っていきましょう。さあビートルとデーモンでシンクロ召喚して、封印されし闘竜よ、今その呪縛を解き放ち破滅の雄叫びを上げよう。シンクロ召喚、氷結界の竜ブリューナク。そしてブリューナクのモンスター効果を発動するのが先なんじゃないですか。ブリューナクのモンスター効果発動。さあリベンジャーを墓地に送ることによって相手のフィールドのカード1枚をバウンスすることができる。そしてインフィニティガンの効果発動。なぜこのカードはターン1制限がついていないんだ。恐ろしい、なんという恐ろしい効果。手札1枚から墓地からわらわら出てきてどんどん新規の紹介していきます。さあここで音龍選手、なんとここで見せプレイをするようですね。さあレベル6、氷結界の竜ブリューナクにレベル2、インフィニティビートルをチューニング。さあ皆さんご一緒に、死者と聖者ゼロにて交わりしとき、栄光の折より魔の竜は放たれる、新規の召喚、いでよインフィニティデスドラゴン。さあかっこいいバトルフェイズ、まずはミストウォームでダイレクトアタック。おっとこれはまずい、何が手札誘発を握っている。デスファイアーブラスト、これはまずい。あーテンパラス、これは厳しい。なんと見せプレイをしようとした結果クリボールケアを怠ったためまずいことになりました。リュウ選手大丈夫なんでしょうか。さあグライフの効果によってシュトランベルの金の城をサーチされてしまう、これはまずい。インフィニティデスドラゴンを出したい欲があまりにも強すぎてこれはやばいことが起きました。
さあただし3000を超えるためにはおそらくあっちのデッキは、シンクロモンスターを使うかもしくは除外した上でダイザを使うあたりの突破方法しかないと思われます。さあどうなんでしょうか、インフィニティデスドラゴンは手札が0枚の場合相手のモンスターを破壊することができる。そして破壊したモンスターが表側表示のモンスターであれば、攻撃力の半分のダメージを相手に与えるという効果を持っています。ただしこの効果を発動するターン攻撃をすることはできません。さあミラージを引いた、ここで確か生放送ではあれデストラゴンの効果使えてんだけどこれなんでできないんだっけみたいな、にわかを晒していますが手札が0枚にならないと、この効果を発動することはできませんので、しっかりと、インフェルニティミラージをまず、伏せていただきたい。さあリュウ選手大丈夫でしょうか。ちょっとにわかを晒しておりますが、さあタイムがない、やばいぞ。さあタイムがない、時間がない。さあカードを1枚セットしてインフェルニティデスドラゴンの効果を発動。シンデレラを破壊することによって相手に150のダイダメージ。さあこれでバトルする必要性がないのでターンを終了していく。さあ残りの時間があと8秒とかですか、やばいですね。皆さんはご存知でしょうか、タイムレスコンボという最強戦術を、いつだったか、コーナミ公式の生放送にて、満足さんの声優をやられている小野さんがね、あまりにも遊戯王するのが久しぶりすぎまして、ルーム戦の持ち時間をすべて使い切り、ハンドレスコンボならぬタイムレスコンボという、最強の、コンボを決めた、これが伝説となっております。さあリベンジャーの効果を発動する必要性はおそらくないでしょう。さあ残り秒数がやばいです、残り秒数が、3秒、これ22秒、一応20秒回復しますがこれかなりやばいですよ。さあ龍選手急ぎましょう。さあ急ぎましょうとは言ってもこの盤面を返すように急がなければいけない。さあまずは挨拶するのを確定。さあ挨拶してございます。さあミラージュ反転してミラージュの効果を発動。ミラージュの効果によってインフィニティモンスターを墓地より特殊召喚できる。もちろんデストラゴンを特殊召喚もできるしデーモンを特殊召喚することもできる。さあインフィニティデストラゴンを特殊召喚しデーモンを特殊召喚、デーモンのモンスター効果を発動する。さあまだガンはあると思っているがガンがなかった、ガン全部使っていた。さあ時間が、おっと時間がない、リュウ選手急いでください、時間がないですよ。これがタイムレスコンボ。